どもなかなか勝てません。皆さんからメッセージいただいております。まずはマリテルさん、ありがとうございます。点入りませんね。点入らないと最高で引き分けで、それ以上なくて、なんか選手の皆さんガンバ一番辛いんだと思いますが、選手たちは決して手抜きとかサボるとかないのになぜか入らないね。さあ次も全力サポートしましょう。マリテルでしたといただいております。さらにアリピーさん、ありがとうございます。竹島さん、こんにちは。昨日の柏戦、験担ぎにと T シャツや靴を変えてのスタジアム観戦してきましたが、結果は…本当にどうして勝てないんでしょうか。ゴール前でもね、ゴール前でもたつかず勢いよくシュートを蹴ったらいいのにと素人判断で何度も見て思った試合でした。気持ちを切り替えて次からは勝ち点3を、どうか勝ち点3をよろしくですといただいておりますね。まあ、本当にマリテルさんとアリピーさんおっしゃっているように点が入りませんね。昨日の取材に出てきましたけど、やっぱり倉田選手なんかもね、もっと思い切って打ったらいいと思ってると打ってましたね。まあ本当に思い切って打ってしまえって感じですよね、今日はね、明日はね、はい。そしてアリピーさん、さらにありがとうございます。竹島さん、こんにちは。ワールドカップロシア最終予選、日本代表メンバー発表されましたね。ガンバから東口、三浦、井出口選手が選出されましたね。すごく頑張ってる倉田選手が外れたことがすごくすごく残念です。東口、三浦、井出口選手がスタメンで出場できますようにと伝えております。まあ、本当にね、シューも入ってほしかったですね。本人もね、なんかあのものすごいプレッシャーの中でプレーするのはものすごいやりがいがあるしね、自分らしさを出していきたいって言ってたんでね、本当にね、代表の姿見たかったですけども、まあ、本人もね、チームでやらなあかんことが今たくさんあるからね、そこに向けて頑張っていくって言ったんでね、ぜひね、次のトス戦ね、それからね、ルヴァン杯で力を発揮してほしいと思っております。何よりコンちゃんですよ、絶好調の時に勝手に連れてって勝手に怪我して、ほんまにもうね、ガンバサポとしてはあそこ痛すぎ、もうね、すべてのプランが崩れていってここですからね。いや、そんな言ってたらダメですね。やっぱり長谷川監督もこう、もう一回みんなでハードワークって言ってたんでね、もうしっかりみんな戦ってほしいと思いますよ。はい。まあでもやっぱりこう点が取れんっていうところでは、まあ昨日ちょっとね、思ってたんですけど、夏場に強いガンバってこう走り切って強いんじゃなくって、本来はもうボールを動かしてね、相手を走らせて、ほんで仕留めるっていうのがスタイルだったじゃないですか。まあ、あの辺をもうちょっと余裕持ってできる感じにしてもいいのかなと。ね、あのガンバ大阪ユースから培ったちょっとこう楽しむ、自分たちが楽しんで相手をまあいなしたりするようなサッカーっていうのがらしさも出るし、ね、勝てる要素にもなるんちゃうかなと感じているこのでございます。ということで、後ほどね、そのガンバ大阪ユース出身の高木明人選手のインタビューをお届けしたいと思っておりますので、お楽しみに。さて、じゃあまずはちょっとね、明日の突然に向けて振り返ってまいりましょうということでね、ちょっとまあ反省しておくということで、はい、先日行われました、柏レイソル戦の後の長谷川監督のコメントからお届けします。レイソルも非常に力のあるチームなんで、こういう展開で、まあ、どちらが、そういう周の突きをつけるかと、こういう戦いだというふうに思ってましたが、まあ、先にまあロスの仕方が悪くて、ああいう形で先制点を取られてしまって、非常に難しい試合展開になりましたけど、まあその後チャンスもあって、なかなか今こう少しチーム状態的に湿っている感じで、ああいう場面でまた1点返すことができればチームに勢いがまた出たというふうに思います。そこのなかなか1点というのが非常に今遠い状態なんで、まあ引き続き刺激を与えながらやり続けて、こういう状況を打破していくしかないのかなというふうに思っています。非常にこう楽しみに夏休みで来てくれているサポーターになかなか勝利をプレゼントできないのは申し訳ないなというふうに思っていますし、選手も非常にこうなんとか勝利をという思いで、やり続けてくれてますので、また1週間しっかりとトレーニングをしてですね、突戦に向けて準備をしていきたいなというふうに思ってます。諦めた瞬間に終わりだというふうにも言いますし、まだ残り
10試合あるので最後最後まで諦めずにやっていきたいというふうに思ってます。はい、ということでね、もう私たちがサポートしていって選手に力を存分に、ね、発揮してもらうしかありませんね。大きな声援をよろしくお願いします。さあ続いてはファン・イジョ選手、まあね、監督が起爆剤になってほしいということで送り込んだんですけれども、この日はどのように答えているのかお聞きください。まだ先週、まあ、他の選手と連携がちょっと足りないっていう感じで、まあ、なかなか合わせてパスが来ないという感じだったので、そこはまあ選手とまあコミュニケーション取りながら、まあ、頑張っていきたいなと思います。まあ、試合で、まあ、もちろんゴールも狙っていくし、まあ、チャンスがあったらしっかり、まあ、捕まってゴール入れるように、まあ、改善したいと思います。はい、ということでウィジョ選手、ね、ジェソク選手と、ね、長くプレーしたんで、ジェソク選手は本当に、ね、ウィジョ選手のいいところを分かってるんで、こう角度のないところから左右にのね、激しいパンチ力のシュートを持ってるんで、まあ、ちょっとこう、ね、厳しめの球も入れていきたいとか、まあ、シュートかね、遠藤選手とかはなるべく前を向かせて相手の背後を狙うボールをと言ってたんですけれども、レイソルのプレッシャーが本当にきつかったですよね。まあ、レイソルもそんな、ね、前回ボロ負けというかコテンパンにガンバがやっつけてるんで、ほら対策をしてきますよね。まあ、前は下平監督がガンバがまさか3で来ると思わんかったと、ね、しかし今回は4でも3でも来ても何でもできるように練習してきましたって言ったんで、ちょっとね向こうね、気迫が混ざったのかと。でレイソルの、ね、ユン・ソギョン選手なんですけれども、まあね、この、ファン・ウィジョ選手とはこう代表でも一緒だったということで、こうウィジョ選手もあの人は、ね、何回もいいクロスを上げてくるから注意しなって言ったんですけれども、まあね、激しい戦いではありましたけれどもね、なんとかこう決定機決めたかったですよね。さあ続いては長澤選手、長澤選手はもう先発でいいんじゃないんですか、毎試合。はい、長澤選手のインタビューです。前半のうちに点取れるのは良かったと思いますけど、なかなかうまく攻撃も機能しなかったし、まあ、やっぱ結局クロスからチャンスになってるんだったらクロスをこう上げた方が俺はいいと思いますし、それで無理くりこう中で当てて食われてカウンター食らってっていうのは多いんで、あまりにも多いんで、そこを考えてやった方がいいかなと思います。今日はせめて 0-0 出たかったかなってところがあって、まあ、我慢してほしいなってあったし、やっぱりこう今日やってみてもレイソルのディフェンダーはクロスに対してのマークの仕方あんま上手くなかったんで、絶対チャンスあると思ったし、そういう部分ではやっぱり出る前に入れられたのは痛かったですけど、まあそこでやっぱり2点取れる力とかね、僕もチャンスあったのを決めれなかったのはかなり痛かったと思うので、そこはかなり責任感じてます。疲れとかいろんな考慮、ね、考慮があると思いますけど、まあ、清水戦に先発ちゃうとかね、今回のこのあるめちゃめちゃ相性のいいこの試合で先発ちゃうとかね、巡り合わせがね、もう長澤選手は基本的に全部先発いいんじゃないですか。はい、ということでございます。さあ続いて東口選手、どのように語っていたのかお聞きください。なかなかこの前も勝てへん中で、今日こそはっていう思いでやりましたけど、まあ結果的に、ね、点が取れなくて負けてしまったんで、まあ、そこはチームの課題としてしっかり捉えて、まあ、後ろの守備ということに関してはしっかり、点取られるまではしっかりできてたし、まあ、ああいう展開になったらどっちが仕留めるかの勝負になってくると思うんで、今日の失点に関しては特に、まあ、しょうがないと言ったら違いますけど、まあ、どっちが仕留めるかの勝負に負けてしまったっていうチームとして捉えた方が、まあ、次につながるんじゃないかなとは思うんですけど、僕が攻撃参加するわけにはいかへんし、まあ、そこは前の仕事やと思ってるんで、まあ、僕はしっかり後ろでね、失点を、まあ、できるだけゼロに抑えてやっていくのが仕事やし、前は前でしっかり点を取るっていうのが仕事やと思うんで、その役割分担っていうのができてないときはやっぱチームっていうのは勝てないと思って、まあ、そこが今チームの課題かなとも思います。攻撃の形も見えへんし、
まあ、チャンスは作ってるけどっていうところでなかなか決定的なチャンスっていうのも、まあ、少ないとは思うし、まあ、そこは、まあ、難しいところだとは思いますけど、まあ、僕はキーパーなんでとりあえず失点を減らすことだけ考えたいと思います。はい、本当に東口選手のおっしゃる通り、なんとか攻撃の形を作っていきたいということで、期待されるのがね、今日ロングインタビューをお届けします高木明人選手、そして市丸瑞樹選手、初瀬亮選手のアンダー20に出場したね、ジュニアユースか、いやもうといえば市丸選手はガンバジュニアから頑張っている面々でございますよ。はい、まあ、市丸選手なんですけども、もう今度の、ね、試合は先発ちゃうかということで昨日、ね、インタビューしてきたんですけれども、やっぱり、ね、あのどこで使われてもチームでやるべき ところで、出して、かつ自分の武器を出せるようにしていきたいと話していました。で、まあ、引かれた相手に対してやっぱりこうね、水木選手のあのダイレクトプレーというのはすっごい有効になってくると思うんですけども、あそこで仕事できるのが自分の持ち味やとね、どんな相手でもそういう風なパスを出していきたいし、あの周囲に出したようなね、岩田戦でね、はい、もっとクオリティを上げていっていきたい、やっていきたいと話していました。でもしかしたら今回トップ下かなという予想も立てられているんですけども、まあ、トップ下やともっと決定的な仕事を求められるようになると思う、そこはしっかりやっていきたいと話していました。でトップ下の位置でボールを奪えばビッグチャンスになる、ね、そのあたりはしっかり自分も、ね、極めていきたいと話していましたし、反対にアンカーの人が上がったら下がって守備もしないといけない状況に応じてプレーしていきたいと話していました。これもアンカーが井出口君やったらもうユース時代ずっとしゃってましたが、もう役割ははっきりしてるんでね、いいコンビネーションを見れるんではないでしょうか。はい、そしてまあね、私もね、こう水木君のらしさが出るイコールガンバらしいサッカーができるということやから、そこはね見せてほしいですよねって言ってましたら、やっぱり自分が点に絡むプレーをすれば勝てる、ね、それを絶対にしないといけないと思ってるし、得点というものにもっとこだわっていきたいと話していました。ということでね、明日の突戦、市丸瑞樹選手輝いてくれると思います。もう井出口選手との、ね、その長年のコンビネーションを存分に見せてほしいと思います。とっても楽しみです。レイソル戦出てほしかったですね。はい、ということでございます。さあ、そして同じく期待されるのが初瀬選手、そして高木選手という、ね、ことになっております。まあ、監督も積極的に起用したいと話していましたけれども、今日はですね、高木明人選手のロングインタビューをお届けします。アンダー20のワールドカップ帰った直後に、ね、聞いてきたんですけども、サポーターの皆さん、そしてリスナーの皆さん、明人選手にたくさんの、ね、質問をいただきましてありがとうございました。今日皆さんの質問たくさん聞いておりますよ。ガンバを選んでよかったと思うところはどこですか。そしてアンダー20ワールドカップを通して変わったこと、海外チャレンジはしてみたいですか。尊敬している日本人選手は、好きな女性のタイプについて、そしてサポーターの皆さんについて、ご自分自身のプレースタイルについて、そしてユース時代のゴールについて、今後に向けてなどなど、いろいろ答えてくれています。明人選手にはですね、アンダー20ワールドカップも詳しく振り返ってもらっている部分があるんですけども、今日は皆さんの質問に答えていただいているところを、放送したいと思います。それでは高木明人選手のロングインタビューです。皆さん、質問いっぱい来てるんですけど、明人君、ガンバを選んでよかったことは何ですか。ガンバを選んでよかったことまあ、ガンバに選んでよかったことは、完全に昔よりはうまくはなったかなって思います。あとサッカーの考え方だったり、まあ入った当初は結構遊び心とか楽しんでやれとか相手をちょくれとか、結構そっち系のスタンスで教えてもらってたんで、まあ改めてサッカーの考え方だったり教えてもらったと思います。それはやっぱり長谷川監督の影響大きいですか。ガンバトップですか。うん、トップ。あ、トップか。そっちのガンバに入って入ってよかったのはそういった中学かなと思って。なるほど、さすがですね。そうです。そういったことはやっぱり自分の中ではやっぱり今でも生きてるんですよね。はい、もう、ね、もうユースとかなっても多分ガンバしかトップ上がれなかったんで、ジュニアユースの方かと思いましたもうその時点からずっとガンバ入ってよかった。
ね、はい、そうですよね、秋田君の場合ね。なるほど。なんか最近あのほらいつもインタビューしてるとこうここまでとやっぱり西野君とか秋田君とかこう監督に出会ってからのねまたこう考え方チェンジとかも聞いてたからそのあたりもあるんかなと思ったんですけど。いや長谷川監督と、うん、まあ出会ってからというか一緒にサッカーしてからはやっぱし、うん、そういう遊び心も大事やけど、うん、まあ、そういうのをやってしまうとやっぱその球際の部分だったりがちょっと軽く見えるっていうか、うん、まあ、やってるんですけど自分自身では、うん、まあ、やっぱしそういうプレーをしてしまうと軽く取られたら軽く見えてしまうので、まあ、そういうところだったりをまあ指摘されて、まあ、球際だったりやっぱ戦うところというかを、うん、長谷川監督からは改めて学んだというか、うん、それってやっぱりあの律君もちょっと変わった感じありましたけど秋人君も役立つことはあります。やっぱりそうやなって思う。世界戦ってみて、まあ、やっぱし、まあ、でもやたまなんていうんですかね、遊び心とか大事やと思いますし、うん、まあ、でもその中でもなんていうんですか、玉際も戦えて、うん、なおかつその遊び心というか、うん、まあ、2つできたらやっぱすごいと思いますし、そう、ね、今まではその1つをやってたっていうか、うん、まあ、トップになってその2つをできるようになれば面白い選手になっていけるかなと思います。なるほど。それからあのアンダー20ワールドカップに行って自分の中で変わったことはありますか？変わったこと成長ではないですけど、うん、まあ、改めて思ったのがもうそのボールフォワード出てた時に、うん、縦パスとか入るじゃないですか、はい、そういう時にやっぱしっかり体を使ってキープできたりとかする時に、うん、やっぱ相手は強いから、うん、そこでもしっかり収めれるような、うん、まあ、強さだったり、うん、しなやかさだったりは身につけていかないといけないなとは思いました。成長したというか成長していきたいところ、うん、なるほどね。なかなかですよね、あのシューとかみたいにこうまた体強くってするとこうスピード面とかもあるからフォワード難しいですよね。まあ、一気にそんなごつくはなれないと思うので、うん、まあ、そういうのはやっぱコツコツやっていかないといけないと思いますし、ね、あの週の筋トレ部には入らないですが、秋人君は入ってるんですか？筋トレ部は。いや入ってないです入るか入るかうん、いやきつそうです。きつそう。去年からやってるメニューがあって、うん、あ、なるほど、なんかアンダー23の時に渡されたメニューがあって、うん、それをやってます。あ、そう、しっかりと。なるほど、はい。そして行ってみたい国はどこですか？国はないです。あ、結構日本が好きなんで あんま海外好きじゃないです。そうですね。なんかあの海外にチャレンジしますかという質問を来てますけれども、あ、海外にチャレンジしたいっていう気持ちはあります、うん、行くならどこが、行くならどこがいいかな、うん、でもやっぱしプンですかプレミアか。なるほどね。うん、あの秋田選手がそのこう尊敬している日本代表の選手とかいるんですか？日本代表ですか、うん、日本代表今やったらまあ本当大迫選手とか見てますし、うん、この前の試合も、うん、ワールドカップの予選のやつも、うん、もうからだそんなごつくないですけど、うん、相手に当たるタイミングとか、うん、まあ、キープのうまさだったり、うん、そういうのもが本当うまいっていうか起点に慣れてるから、うん、その後の攻撃もスムーズにいってて、うん、すごいなと思います。あの同じアントラーズから来た赤崎選手とかはどうですか？一緒にお話されたりも、周平君と仲良くさせてもらってますし、うん、楽しくやってます。そんなこといろんな聞いたりするんですか？あの大迫さんの話とか。そうしてないですね、はい、同じフォワードとしていろいろ話したりっていうのは、そうですね、フォワードとして、まあ、こうやって今の良かったなとか結構言ってくれます。あ、なるほど、優しいですね。そして、好きな女性のタイプを教えてください好きな女性のタイプですか？はい、まあ、自分は結構可愛らしい感じの人で好きですし、なんかなんていうんですかね、なんか優しそうなオーラみたいなのあるじゃないですか、ふわふわしてる感じ、あんな感じ、そんな感じの人がいい。なんかほわーんとした感じの
可愛らしい顔して、うん、そうなんていうんですか、ふわふわしてるっていうか、抜けてるとかじゃないですよ。なオーラが、オーラが優しい、優しい感じの、あんまガツガツっていうよりは、うん、あ、なるほどね。あ、タレントさんで誰かいるんですか。タレントさん、はい、乃木坂の、はい、西野七瀬ちゃん。あ、そうですね、はい、好きなんですね。なるほど、結構、うん、好きです、ね、結構っていうか普通に好きです。あきとくんが有名になったら会えますよね、きっとね。またね、これ会えますかね。会える、会える。頑張ろう、頑張ろう。はい、はい、そして、ファンの人にしてほしいこと、してほしくないことは何ですか。今までファンさせてもらって、うん、嫌なこともあんまないんで、うん、あんまとかないんで、うん、ね、あきとくんのことも昔から応援してくださる方がすごく多いんで、はい、ずっとね、こういろんなところに応援してくださってありがたいですね。みんな優しいしね。みんな、うん、そうですね、優しい感じで喋ってきてくれるので、うん、それは嬉しいです。なんかめっちゃ親心満載でっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、秋人君のことをよく皆さんご存知で、ユースの時は強引なドリブル突破が印象深かったですが、最近裏への飛び出しが持ち味という記事を見ました。プレースタイルを変えたのは何かプロになって意識の変化などがあったのでしょうかという質問も届いております。もともと高2まではそういう裏の抜け出しとか、うん、サイドから合わせるのがもともと得意やったんで、うん、で高2になって高3になって、うん、ちょっとフォワードから下がったんですよ、ポジションが、うん、ポジションがサイドハーフとか、うん、トップ下とか、うん、ってなった時にやっぱちょっとゴールが遠なるから、うん、ドリブルが増えるじゃないですか、はい、それでかなと思います。あ、なるほど。もともとそういったこう裏への抜け出しとかが得意だ、はい、もともとそ、うん、あんま自分自身もそんなタッチ数多くて、うん、まあ、ドリブルドリブルドリブルシュートっていう形はあんま今までの中でもあんまないんで、うん、結構サイドからチョンだったり、うん、クロス合わせたりとか、うん、まあ、ゴール前で外してシュートとかが得意やったんで、もともとで高3で本当ポジションがちょっと変わったんで、うん、なるほど、それでかなと思います。で、リスナーの皆さんから、僕が一番印象に残っているゴールはユース時代、相手ディフェンダーからボールをスライディングタックルで奪って立ち上がりざまにゴールにぶち込み、その後またこけるというダブルスライディングシュートです。海外サッカーでも見たことないものすごいゴール、あんなスケールがでっかい豪快なゴールが J1 や代表戦で見たいですというメッセージが届いています。まあ、多分ホームで、ホームとかそこの人工芝で、うんうん、やった試合と思うんですけど、うん、先ほど映像見たんですけど、すごいですね、迫力のある。まあ、その時から前線から守備も得意やったんで、うん、まあ、あれは無我夢中、あんま考えてないですよね、うん、シュートもそのスライディングした時にボールが前に行き過ぎてて、その勢い余って、うん、ちゃんと自分でなんていうんですか、自分のところにボールを収めれなくて、うん、ボールが前に行ってまたディフェンダーも来てたんで、うん、急いでシュート打ったら、まあ、そういうスライディングシュートみたいになっちゃった感じで、うん、またそういったのをね、 J1 そして代表戦で見たいということですけれども。まあ、そういう、まずはやっぱチャンスを与えられるためにも、うん、まあ、練習からやらないといけないと思いますし、うん、まあ、その出た時にそういうプレーでもいいですし、やっぱ泥臭くてもいいんで、うん、どんな形でもまず1点決めたいなって思います。ね、マキトク選手、今シーズンに限っては最初自分ではアンダー23って言ってはりましたけど、監督がやっぱりすごい戦える選手やし、こうやって裏の飛び出しもいいしっていうので、本当に戦力として考えて言ってはって、まあ、ACL デビューもありましたし、 J1 デビューもありましたし、そういったことを考えると去年よりはもう確実にステップアップしていってますよね。まあ、去年に比べると本当、まあ、いいです、うん、いい感じっていうか、まあ、いい、今のところはいいですけど、うん、やっぱしその次がなかなか今いけてないんで、うん、試合に出続けるだったり、うん、結果を残すだったり、うん、まあ、出るっていうところまでいけたんで、うん、まあ、その本当次のステップというかにいけないと、うん、この先やっていけないと思うんで、次はそこに目がけてというか目指して、はい。リス選手も大宮戦でその先発チャンスをゲットして、そこからって感じなんで、今度こう秋人君がやっぱり、ね、あのアンダー20で体験したその、ね、
気持ちとかを全て次のチャンスにぶつける感じですかね。まあ、本当チャンスがあったら目標で終わりぐらいの気持ちでやってるので、うん、本当それが結果につながればいいかなって思います、うん、最後にアキト君、ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。まあ、ACL は、まあ、終わってしまいましたけど、まあ、あと天皇杯、J リーグだったりあるので、まあ、そこに自分も貢献できたらいいと思ってますし、まあ、優勝を目指して頑張るので応援よろしくお願いします。はい、ということで今日は高木明人選手、皆さんの質問に答えてくれている部分のインタビューをお届けしました。まあ、明人選手なんですけども、アンダー20のワールドカップ出場を振り返ってという点でもね、他にもたくさん聞いておりますので、またね後日放送させていただきます。その他ね、初瀬亮選手のインタビュー、そして長澤選手、そして東口選手にもたっぷりとねロングインタビュー伺っていますので、随時放送していきたいと思っております。まあ、今日明人君のねインタビュー聞いておりますとね、ガンバ大阪の下部組織で学んだことは遊び心ね、楽しんでやるね、どっちかでも相手をおちょくるぐらいね、そんな感じで遊び心のあるサッカーが大切やでと教えられたと、もう中学の時からジュニアユースユースとね、そして長谷川監督に出会って球際とかね、戦うところ、そういったところも強化していったね。まあ、本当に遊び心を忘れず、そういったところを強化していけばという話でしたけれども、まさしくガンバに必要なところでそこじゃないですかね。昨日取材に行ったんですけども、藤ヶ谷選手にちょっとねお話聞きに行ったんですよ。藤ヶ谷選手もなんかやっぱりこう見ててみんな楽しくやれてないんじゃないかな、みんな真面目にやってるけどもっと余裕持ってもいいのかなとね。まあ、上に行くためには本当に熾烈な戦いが繰り広げられて、今負けてるし難しいんやけど、試合しててね楽しくやれてないのはちょっとなということでした。やっぱりうちの特徴は攻撃やし、ボールを持った時はもっと余裕持って相手を軽くいなすのもあっていいんちゃうかなとね、ボールを持って攻め急いでね、いいところで出なかったり、そういったことがあまりにも多いんじゃないかということでした。やっぱりガンバのサッカーってやっぱりこう相手を走らせて疲れさすっていうのが、ね、効果的でしたもんねって言いましたら、まあ、ほんまにうちがボールを持ってボールを動かして、ね、相手も動かして疲れさせて仕留めると、ね、そういったのが今までのすごく特徴やったのに、そういったところがなかなかできてないし、ボールをうまく運べてない状況やなっていう風に、ね、藤ヶ谷選手言ってりました。まあ、藤ヶ谷選手もこの後やっぱり東口選手が代表に選ばれたら再びまたルヴァン杯で、ね、神戸と戦うわけですし、ポドルスキ選手とも、ね、戦うわけですし、どうですかって言いましたら、もう準備はもう着々としてるし、いつもで、まあ、ピンポイントでは見てないと思うけれども、しっかりもう自分のチーム状況とかもちろんやけれども、まあ、神戸の状況もしっかり見ながら、ね、対応していきたいと思ってるっていう風に言ってありました。まあ、本当に藤さんが出てね、またこうなんですか、ずっとガンバの流れを知ってくれてはる人がね、チームをまとめていくっていうのは、また新たなサッカーが見るのではないかと思いますし、もちろん東口選手ね、あれだけ責任感を持ってね戦ってくれはります。まあ、昨日も話聞いたんですけれども、やっぱりこうね、しっかり点をね取れるまで自分たちが我慢しなあかんね、切り替えが必要やと、モチベーション高くやり続けるのが大切と、失敗続くと本当にやり続けるのが大変になってくる、しんどくなるけれども、そこはもう選手同士いろいろ話し合うこともなったし、ね、今の状況を抜け出すためには意見交換は必要やと思ってるし、ね、続けていけばそのうち抜け切ると、ね、うまく抜けたらうまく回転すると、ね、で、まあ、自分が加入してからは逆にうまくいきすぎていた分がある、ね、自分たちがしっかりいい回転をしていくように、もういい状況に入っていけるように努力していきたいと言ってはりました。まあ、そんな東君がですね支えてくれるからこその頑張る、そして藤ヶ谷選手もいてくれるしね、まあ、なんといってもやっとさんがいるしね、まあ、藤ね春選手もやっぱりこうやっとさんだけがちょっとパサーやったけど、こう丸が入ったらパサー2人できるし、これまた攻撃にアクセントするつくんちゃうかって出ましたし、まあ、なんとかね全員で協力して打開して、明日のサガン鳥栖戦勝ってきてほしいと思います。サガン鳥栖戦は明日午後7時キックオフです。皆さん大きな声援をよろしくお願いします。
勝つガンバ2017。このコーナーはガンバ大阪の協力でお送りしました。FM 千里 83.7 MHz。